はい、では録画開始いたしました。1月23日高田のワンワン、イカとギルティギアイクザードレブ2木曜シングル大会古戦場中ですが、通称取り行います。ギルティーズやねめっちゃグラブでやってますからね、今日は走らないといけない、かわいそうに。ではスタートボタンを押して始めてください。で今週は明日、初中級者の対戦会と、土曜に、初中級者大会は行いますが、 3-on-3 大会は、何でしたっけ、プロジャパンの方にちょっと自分も出ますので、 3-on-3 はお休みとなりそうです。よろしくお願いいたします。さて見ていきましょう。 T-4 さんとそれとハゲスさんのファースト、ハッサンカのマッチでやります。 T-4 さんとそれ、まずはハフニーで画面足ガンフで巻いて、ここでレルさん、そしてバースト使ってきました。ジャンプでジャンプと追い返して画面端、レルが刺さりました。これは美味しい、上に持ち上げて落として、この1個投げるか走るか、ベゾレさんが走って遠距離操作を挟んでいきます。着地した瞬間のしゃがみに入れてドリアルで無視になりますね。なかなかね面白いシステムの、ベンチャータイムがあるからね、まあ、面白い、つまない場面もあるんですけど、さあ乗って乗って、ここはタッチクリックする足払いからブリンガー、後方向はジャンプ系上から叩く形になりました。少しやり伸びに対してプレッシャー感じてしまいましたかね。ガレージの方は割とライオットもありなのかなって感じですが、ガレージの方はポコンと叩くとします。まあ、ゴインで打たれたり負けちゃうんですけども、一応簡単なのは装填ガードした後に、やっぱその、ワイドですね、そこにとりあえずガード入れ込んでいて、その後攻撃に対して技を振るんで、ここガードしたら何もラフテーズ手投げ捕まえて、画面の端美味しいベリッツ、どこでしょうか、動いたところにデッキが刺さってバーストなので、そしてドリルがベースに刺さって、2戦目、ジャンケイ、ジャンケイ、D、ゲイ、ジンクだけど少し距離が遠い、あと構えていた、そして最大タメからゴーイングで物を投げて、6名、2K、2S、2敗ドマンキャンセルが走って 2K、1人 2S、動いたところに刺さってしまいました。かったのは、ハゲさんのファーストですね。T ボーさんのソロは1番のルーザーズとなりますので、少々お待ちください。はい、じゃあ続いて FAB さん、イネさん行きましょう。Guilty Gear Exile. Who dares to enter the main? Arena. Chucky vs. Dizzy. Get ready to roll.さあ、ディズニー戦となります第1試合、ここね、キャンセルに対してハイサが刺さっちゃうんで、距離をうまいこと離していきました。しかし、ジャンに刺さってしまって、前系、ゲーム内状況で捕まると、まずい一緒に逃げたいが、さあ、ジャンピー、割とね、積み重なると痛いダメージになります。さーっと溜めていったゲージを、ここね、ホース、ハンマーホール、ロマンキャンセルか、前系ループ、ひよってしまって、ポショムキンバスターで、体力はゼロ。さあ、一本選手は FAB さんのポチョンキンとなります。全然ヒット数がね、殺し気味に必要なかったんで、バースネージがたまらない状況で、さらに上海カウンターを IK 拾い直して、とんでもないことに、やべえ、怖い、受注クリッツ取って、クー投げ、逃げ、クイーンエスカルチャンス、弾いて、ここは体力、しまいました。足は痛み、闇魚はレーザーが、マグロシの勝ち、クルトシュ、ダッチファイサルを8000枚潰していますが、裏にいる、これは分からない。そして、表をりかく、表から出し投げ、通して、さあ、ずらいずらいと体力差を追い詰めてはいますが、これ、バースト、距離を離します。ゲージあるんでね、ハマホールかなり気をつけたいところであります。さあ、クダッポシャ、ダッチファイサル立ち合いがの、2K。遠距離ですから、すでにここはデコピン構えている、追いかけて、あと、こっち、B が一発目は当たらず、200目の地獄が変な当たりが出しましたね。さあ、前投げで、飛びにも引っ掛けようというところでしたが、ジャンハイをもう裏にいましたね。ジャンハイから、うそし、ゲージがない。さあ、これは、パクってしまって、前ハイまで勝ったのは FAB さん。さあ、だいぶ体力追い詰めてはいたんですけども、届かずという結果になりました。アイネさんがルーザーズ2番、
クーさん勝利。エルガズいけますね。アイネさんと T ボーさんは、B バンダイでお願いいたします。さあ、1回戦ラスト TKC さんのジャムとチャップさんのチップとなります。今日はね、勝ちトーナメントにいる間はルーザーズがあります。人数が少ないんでそんな感じです。よろしくお願いします。Guilty Gear Exile. Who dares to enter the maze? Chip Zanda.明日は平日なんですけど、エボジャパン1日目なんですね。行く方は頑張ってください。さて、見ていきましょう。ヘルティは土曜日ですね。総震災のエボジャパン予選か。はい、見ていきましょう。はい、触ったのはチップ強利拓。さあ、サクガンからゲダン。さあ、ジャンビーから裏に向かう足払い。今度は表バックチャップで回避。体力は4割ほど奪って、しかしゲージが溜まってない状況。しかし一発で足 25% をフォローに使いましたが、すげえな、スルーと投げた。そうだ、空中出しはちょっと怪しい距離。ちょっとジャムに触られちゃうとね、強化された撃輪がこうやって飛んでくる。いてー、すげー減ってる。画面足、これはちょっと攻めるのしんどい。怖いが勇気を出して前へ。上海めくり PS 前へ。 P ちょっと威力でさ、足払い引っかからず重調投げ。さあ、スキー続けジャンケツホチフ重ねないと運針が怖くて、重ねたらホチフがあるとね、なかなかチップ側苦しい状況ですが、おいしいホールバーストヒルから、おいや、これはガンマどうだ。ギリギリ届いてないが届いてます。難しい判断でした。バイビーバクセイ OK って2戦強い判定。オフ牽制としてね、すごく優秀です。ジャンハイ、貸し系が当たると、画面富士、ジャンビー、アルファ、カラー、ドン、張り付いて裏、戻って、表の下段、ジャンケ、S、S、ジャンビーから今度は中央、どっちだ表、キング、貸し系からの、ここは触りに行きます。飛び抜けに対して、チャップさん、空中足のね、ジャンケンの引っ掛けをよく見せていきます。さあ、ベータは少し前に起動。さあ、B バンダイ勝ったのは、アイネさんかな。はい、おめでとうございます。サガムから走りたい。ジャンハイ刺さって追いかけたい。ドナガード間に合ってる。ジャンハイキングス、おーっとやっちゃった。こちらもやっちゃって、どうなる、刺さってこっちがヒールキャンセル無敵。しかして前に出したが立ち見届かない。分かんなくなってきた。ゲージがない。走って 25% 回収すればほぼ勝ち確となるが、触りに行くゲージはどうだ。ガンマこっちチョラン、あはは届かない。足笑いが刺さって勝ったのはチャップチップ。 BKC さんが3番ルーザーとなって、もう試合ができますね。アイネさんと B バンダイでお願いいたします。では A バンダイは TY さんとハゲさんいきましょう。色味に色仕掛けが効くと思ってんの。目障り。さあ見ていきましょう。こちらが2回戦第1試合シードとなります。 TY スレイヤーというハゲファースト。さあバスト読んでジャンケーから D、2K、P、D 細かく刻んで入るから 2K 下段で刻んで、さあ今度は 2P 確認から2ハイスラまでしっかり持ち上げるジャンケー。足の形がすごくなってます。フットルースで持ち上げて1本選手は TY スレイヤー。
さあロングセット、ナイス投げからパッチ、はい、マイビー立ちてからジャンキーが出ないが、そのまま走っていきました。はい、ジャンキー2ピン追い返して暴れ潰しを見せて、さあ2敗すら、イーステイ同士切ったところに刺さってますね、面白い。見て、パッチ、はい、装填、ゴーイングチーター、これはゲージがない、フォローができない、しっかりと冷静にガードを固めていました、画面端、打ってから空中ダッシュ、中断となります、F 式、チャンネル K、B、K、B、落として、さあ、どっち、踏んでから、ここはバースト、さあ、レレレは、当たらず、ここまで出ない、そしてフォローのブリッツ、しかしここも様子見、いきますね、マップパンチを差し込んでいきました、TI セル、さすがの勝利となっております。ハゲさんは4番ルーザーズですね。さて A 番台は2回戦第2試合 FAB ポショムキン対チャップチップです。さあ見ていきましょう。2回戦ラスト、今日はね人数が7人なんでだいぶ早いペースで進んでおります。あーかんラスト、エンゲス、エンゲス固めて固めて、ゲージがない。しかしカウントヒットじゃなければね、カウントヒットでもまあ大丈夫か。いやダウンなっちゃうな、マジか。ダンケーブリッツチップはこれが来るし、しかも結構リターンありましたね。イエス、マイケン、ゲージが欲しいが、どう逃げる、ジャン、ハイハー、ハンマーホールで移動した分、横から一方的に叩く形となりました。 B 判断勝ったのはさん、はい、じゃあちょっと待ってくださいね。おお、言ってる間にポチョムキンバスター、一方選手 FAB ポチョムキン、あー危ねー、ジャンキー間に合って、表ってか裏見えねえ、これうーん見えない、ここでガードして、確かにからの2P2P 刻んで画面端、ここでバーストエンゲスからさらに触りたいが2敗したらノーマルヒット、これは端から逃げたいですね。三角飛びを使って脱出、うわぁ手裏剣が持続当たりましたね。いい当たり方、画面端、さあ姿を消したがジャンプに、これあの幻想ね見て潰そうという選択肢、ベートブレード返していく、当たったら死んでいた、追いかけて、あーポチョマス体力はこれで逆、うわ減りすぎだろめっちゃ減ったんだけど、やばい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 、あと一発もらえなくなる、プレッシャー2P 連打してどうする、これはゆうやなぎポチ、あー耐えている、ダッシュ投げはガード刻んで光って光って、ガメガシ当たってしまったが、キンバースはチャンス、ガンマ当てて裏投げてロマンキャンセルからキンエスミエス、さあ2敗でした、ごめんなさい、じゃんけん戻ってきて怖いキャンセル待たれている、どっちだ2P、 あーポチャバスを巻きる、勝ったのは FAB さんのボチャムキンデイス。チャップさんはルーザーズ、B 番内でハーゲさんとお願いいたします。では A 番内の方は、勝ちトーナメント準決です。 TY さんのスレイヤーと、FAB さんのボチャムキン、その欠点に気づく機会を失わせ、さあ見ていきましょう。準決勝となります A 番台、さあジャンディーから2K 持ち上げて画面端、チャンゲス、さあ画面端、あーともちょばす前に出てきました、チャンゲスから欲しい、
さあここでレイと入る空振りにしっかり差し込み出し合いから出し合い避けている。さあ前に来る。さあ下がるスレイヤー、そしてそこから一気に前へ。裏回りディオティどうだ。ガードはできていません。ガードスレイヤー最初に入れてないとね、あの安定の時点で確定してしまいます。さあどっちだ、今度は裏回ってジャンディ、展開の速さで翻弄していきます。一本選手は DY スレイヤー、チャンオケーに、さらに足払い表、立ち合い、この辺、外の前でスレイヤーめんどくらいですよね。ピーピーピー、刻んで、マイピー、ここが手を出す、2敗スレイヤーです。ネオフィスト、ジャンプから金安、これはヒットストップに仕込んでいるでしょう。立ち合いから、ラメシ、立ち合い、バックサック下がったところに伸びてくる。ダンプでミスあるか、空中戦。持ち上げて、ショットですから、トップ投げ、B バンダイ、勝っているのは、チャップさんかな。チャップさんがじゃあですね、アイネさんとお願いします。 B 番台これ勝った方がこの試合の、敗者と B 番台で敗北やっていただきやす。うぅー、カウンターヒット、ハンマーホール当たっちゃった。受け身取ってボタンを押しているところ引っかかってしまった。いてー、うわー、ビヨッタ、これはポチを増して体力、うぅー違う、イエス、うぅー、どうした、どうだ、ははは、最後ジャーディー、いろいろありましたが、じわりじわりとというね、FAB さんが、勝利となります。TI さんはですね、今 B バンダイやってます。チャップさん、アイネさん、勝った方と、配布をやっていただきます。ね、新作私有台もあるみたいですね。本当にアーケード出るってだけで興味が出るってもんですよ。ギルティギアエグザール、ラウンド2。ではチャップさん勝利で TY さんとやっていただきましょう。 A 番台です。はい、 TY さんと、チャップさんお願いいたします。さあね、勝ち上がるとスレイヤーとポチョムキンとなるね、普段の道なりが続きますか。さあランクアップはついものにしていきたいか、見ていきましょう。Heaven or Hell Duel One。 こちら準決勝です。さあゆっくり歩いてゲージを食べたいのを、さあラーダーに2ピリ返して、ごめんなさい、背負うのはまずいんで脱出したいが、それとも一応入れられる、確かにこちらいい。今度はチョッキラシャがタッチ、はい、ピンエス、これは美味しい。あーというかより当たらないが、何事もなかったように立ち上げ刺さって、こちらも何事もなかったように前ですね。さあゲージは回収したスレイヤー、エングス刺して取る気、うわー、ヘルタ回避、ちょっとビルダが出ないか、手裏剣投げて、ここでバスト。さあ林手裏剣捨てて、今度は遅手裏剣ですね、地面に乗っかって当たらない、ぶっ飛ばして中央に出す、さあ出し手のメンクレスが出ないか、クロス置いてる、見えませんからね、ある程度読みで技を置いていくのも大事、このヒット確認がね難しいですね。さらにね、
さあ、手裏剣が邪魔、いい仕事します。あーっと、裏から前傾を殴っていきます。画面端当たったら体力残らないぞ。黄色から空投げ失敗。マイルバンカーをぶち当てて一本選手と TY スレイヤー、スルリと。あー、感慨幕のカウンター。一本いて大丈夫、死ななきゃ安いって誰か言ってました。画面端、あー死んじゃう。これは頑張ったがダメ。ちょっと期待を持たせた指導となりましたが、パーフェクトゲーム勝ったのは TY スレイヤーとなります。おめでとうございます。それでは決勝戦になりますね。準決勝と同じ組み合わせとなりました。 FAB さんの星野金と TY さんのスレイヤー、決勝戦は2試合選手となります。よろしくお願いいたします。今日は早いですね。さて、さあ見ていきましょう。 A 番台1月23日木曜シングル大会決勝戦となります。 FAB バトルピン対 USB 第1試合です。ピーピーピー、刻んで刻んで刻んで、ダメ足。止まったが、パシピが当たらない。この隙に、さあ、カウントヒット、しっかりボタン連動して、さあ、2ピン止めます。なんだかんだリターンはないんですけどね、射程がちょっと長く早いんで、めんどくさいんです。ここから回避していきました。アンプレー。さあ、しかし、ハンマーホール刺さって、バーサレット、それ、これは返さない。バーストを使って、まあ、パンチ立ち合いの発生前、捉えて入る。これバースト。さあ、立ち合いしたから、ハンマーホール、ハンマーホール、近づいて、2ピンで返す。ナイス。対空もね、最速かなり意識してないと出せません。あの空中出しディースで、うまいか。ここは確かに刺さって、前ハイは無理かな。いや、生きてる、崩せるか、チャンス。さあ、バックステップの敵に進みまして、 CBS 以下の選手、 FAB さん、ジョロキン。ファイルは置いたが、じゃあもう一回ジョンピーからジャンプキャンセル、ジョンピーもね、ジャンプキャンセル、まあ、ここで使ってるんで地味でもなんでもないんですけども。さあ、ジャンディヘッドレス、さあ避けている。この辺のガウサステからの選択肢が非常にうまい。バックしてジャンプキャンセル、ブリッツに対して足払い2ピン止めて、ハンマーホールの黄色がのバースターとなります。まず第1試合選手は FAP ポジャムキン、マッチポイントとなります。第2試合、水球で戦う者に付き合う暇はない。さあ、今日の FAB さんはだいぶ安定していますが、どうでしょうか。 TY さんのスレイヤー、当然の成績はそんなに悪くなさそうに、ね、旗から見てるだけではありますが、大会が2試合選手となるとちょっと難しいか。第2試合見ていきましょう。じゃない、刺さって、チャンネス、刺しピン止めて、ここはバスターからのチャンネス、さあ、吸血で、ブレキングで、マッパンチまで、体力を並びたいが、シャンティフットレス、裏の判定が守ってくれる、うわー、立ち合い、そして刺さって、ジャンケ、P、刺さらずに入ってますね、後ろ目が、うわー、ってしまった、これはバースト使いますが、ちょっと残り体力が、ほぼとない、どうする?うわー、立ち合いの持続、これがしんどそうです。一本選手 FAB ホルキン優勝へリーチ。ジャンパイ、ジョンディ、ジャンピアンスです。さあ、先ほどの試合とね、同じような開幕となりましたが、ダウンを奪って、さあ、表裏卓表で2番目崩した。さあ、土地中段2系足払い、続いて裏回って空中足、ガードカウエさん 2P から足払い、距離を取って、この距離になるとちょっとスリーがしんどそうです。空中足でさすが無敵で避けて、クロス打っていく。さあ、ここは飛びに引っ掛けていきました。エリアルは完走、2点は2ピン残る。 2P からスラヘ、ここはオパンシー、黄色から空投げ逃がしません。空投げの精度も高い TY スレイヤー、最終ラウンドは
さあ立ち合いカウンター、まずい、2P 止めていく、8000万円潰して、さあしばらい、よく攻め、 2P バックして通常投げで返して、無敵ジャンプに対しては前ジャンプ、そして裏の判定、空投げ、うまい、重ならないの確認しから投げていきますが、ここはハンマー耐えて持ち伸ばす、立ち合い、足払いまだ残るか、苦しい、あー立ち火、まだ生きてるか、前線削りのダメージをもらえない、最後は立ち火引っ掛けてきました。勝ったのは FAB さんのご賞金が全勝で、本日のシングル大会優勝となります、おめでとうございます。さて今週は、最初にも話した通り、明日は、初中級者の、対戦会宣言台を、用意しております。そして土曜日ですが、土曜夜の固定 3on3 大会は中止となりますが、初中級者大会に関しましては、通常通り行う予定ですので、よかったら皆様遊びに来てください。ボチャファンもありますし、そちらの方では、新作ギルティのね試合台もあるということなので、どこ行っても一応帝ではね、あのイベントはいつも通り行いますが、好きな方にね遊びに行ってもらえればなと、配信もありますし、よろしくお願いいたします。はい、そんなわけで東京大会、今日はちょっとね古戦場とかぶって人数少なかったんですけども、来週は古戦場終わってると思いますので、ぜひ皆様遊びに来てください。よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。